今春、横浜 DeNA ベイスターズの今永翔太投手と松尾汐恩捕手が初めてバッテリーを組み、その力強いパフォーマンスで球場を盛り上げました。松尾捕手、ドラフト1位の新人は、デビュー戦にもかかわらず慎重なリードと適切なサインで今永投手をサポート。試合では軌道に乗ったコミュニケーションとともに、他のドラフト1位ルーキー浅野との興味深い駆け引きも展開されました。今永投手が表現した絶妙なスライダーとチェンジアップの投球の裏には、松尾捕手との綿密なコミュニケーションが秘められていました。初のバッテリーとなった2人が果たして次の試合でどのような成長を見せるのでしょうか。実現したエースとドラ1の対談。2023年1月、新春特別企画として、プロ野球横浜 DeNA ベイスターズのエース今永翔太投手とドラフト1位の期待の新人松尾汐恩捕手の対談が実現しました。会場は新横浜プリンスホテル。2人が初めて顔を合わせ、真剣な眼差しで対話を交わす様子は感動的でした。今永投手は成功する選手の共通項について語りました。努力を努力と思っていないことが重要だというのです。本当に野球が好きで、また野球を職業としていることをしっかり理解している。なので練習も苦ではないし、辛いことも苦にしない、そういう感覚を持っている選手が僕はいい選手だなと感じます、と今永投手は語りました。その言葉に松尾捕手も真剣な眼差しでうなずきました。特に印象的だったのは、今永投手が松尾捕手に対して述べたいい捕手の条件です。やっぱり引き出すのがうまい捕手、投手を操縦するというか、それを投手自身も分かっていないくらいの感覚でできていたら、それはものすごい捕手と言える。この一言には、野球の知識だけではなく相手の心を理解し、彼らを導くリーダーシップが求められていることが伝わります。松尾捕手は、自分もいろいろな投手といろいろな話をして、そういう引き出しを持てるように頑張っていきたいです、と心の中に秘めた野望を口にしました。松尾捕手がプロでのバッテリーを考える上で大切にしていることはコミュニケーションです。投手と試合の中で話をして組み立てていくことを大事にしているので、これからも投手の方としっかりコミュニケーションをとって頑張っていきたいです、と述べました。その言葉に今永投手もうなずき、先輩に可愛がられるような選手になることも重要な要素、野球と真摯に向き合うことで自然と周りからの信頼も得られるんじゃないかと思います、と新人へのメッセージも忘れませんでした。この対談は新人選手にとっての未来への希望と、ベテラン選手の経験を共有する機会となりました。今永投手と松尾捕手の間に流れるエネルギーは、野球というスポーツを超えてその奥深い哲学を感じさせました。野球が好きな人であれば誰もがこの2人の対話に引き込まれることでしょう。選手たちは常に進化を続けています。彼らが今どのような挑戦をしているのか、そしてどのようにそれを乗り越えようとしているのか、試合の結果だけでなく選手自身の言葉にも注目していきたいと思わされる対談となりました。初めてのバッテリーで見せた化学反応と松尾への評価、そして4月春の日差しが輝く横須賀の球場で、横浜 DeNA ベイスターズのエース今永翔太投手が松尾汐恩捕手と初めてバッテリーを組みました。この組み合わせを待ち望んでいた野球ファンたちは、今永投手が WBC で見せた活躍を再び目にする喜びで胸を躍らせました。ではその舞台裏では一体どのようなやり取りが繰り広げられたのでしょうか。イースタンリーグの巨人戦で14年ぶりの世界一に貢献した今永投手が WBC 終了後初めての登板を果たしました。その試合では5回2失点という安定した投球を披露し、4つの三振を奪うなど順調なパフォーマンスを見せました。試合後のコメントで今永投手は松尾捕手を称賛しました。僕がやりたいことや球種の構え方について試合前に詰め込んでしまった部分もありますが、と今永投手は反省の念を込めながら話し、それに対応してくれました。構え方やワンバウンドのチェンジアップもうまく受けてくれました。やはりドラフト1位のキャッチャーだなと感じました、と松尾捕手に対する評価を述べました。松尾捕手は今永投手とのバッテリーを初めて組みましたが、
彼の潜在能力にはすでに気づいていました。言いにくいことがあるかもしれませんが、今後のことを考えると何でも言ってほしいと伝えてくれました、と岩永投手の言葉に対し、松尾捕手は、今日初めてバッテリーを組んで、自分なりに思うこともあるので、それを伝えていく必要があると思いました。新人ですが、キャッチャーとして頑張っていきたいと思いました、と答えました。試合中、一度失点する場面がありましたが、その際に松尾捕手はすぐに岩永投手のもとに駆け寄り、ここはバッテリーで立ち直って一緒にカバーしましょうと声をかけました。そして4回と5回は相手打線に得点を許さず、松尾捕手はあの場面ではいいタイミングでカバーできたと自己評価していますと述べました。この試合後、今永投手は、松尾捕手は多様なセンスを持っていると思いますね、と言いました。松尾捕手はその言葉に喜びの笑顔を浮かべましたが、まだまだミスも多いので、もっと自信を持ってキャッチャーとしてプレーしなければなりません。これからはもっと練習を積んで成長していかないといけません。まだまだです、と謙虚な姿勢を見せました。今永が松尾に伝えたもの、野球の世界は、策略と戦術が息づく素晴らしい舞台です。そのダイナミックな魅力の中で、私は今永選手と松尾選手のバッテリー、そして巨人の期待の高いドラフト1位ルーキー浅野選手との対決に心を奪われました。特に注目すべきは、松尾選手のチェンジアップのサインと浅野選手の反応です。この試合は松尾選手にとって名投手の思考法を磨く重要な経験となったことでしょう。また試合中にピッチャーの思考過程を直接学ぶ機会にもなりました。特に印象的だったのは浅野選手の第2打席でした。今永選手はサインに首を振り、カウント 2-2 の7球目で初めてスライダーを投げて三振を奪いました。これは今永選手自身の投球力を試す場面でもありました。松尾選手はチェンジアップか、あるいはインコース直球のサインを出したと推測されます。彼は今永選手の投球を学び、同じ手法で攻めるか、あるいはチェンジアップを活用してゲームのテンポを制するかを考えていたのかもしれません。試合が進むにつれて、今永選手と松尾選手の間でコミュニケーションが見られました。各イニング終了後、彼らは会話を交わし、特に4回が終わった時には、2人はベンチで熱心に話していました。5回の攻撃では、今永選手は一度も首を振ることなく、優れたカットボールを投げて3人の打者を凡退させました。その後、彼は松尾選手に向かって、いいぞ、 OK と言いながらグラブを突き出しました。これにより彼らが前回の休憩時間に次のプランを立てたことがうかがえます。このような交流が松尾選手にとって実践的な教材となったことは間違いありません。特筆すべきは、松尾選手が今永選手とのバッテリーを通じてどれほどの経験を積んだかです。打ったか、三振したか、リードがどうだったか以上に、この日の経験が彼にとって重要な成長の機会となったことでしょう。思い出に残る米国戦での先発だった今永選手が、自身のピッチングを通じて未来を担うであろう松尾選手に、言葉だけではない大きな刺激と教えを与えたことは間違いありません。新春の横須賀球場で横浜 DeNA ベイスターズのエース今永翔太投手と新人キャッチャー松尾志音捕手が初バッテリーを組みました。その舞台裏で見えたのは、今永投手の試合前の緻密な準備とリードに対する松尾捕手の理解。対戦相手、巨人の新人浅野との駆け引きも興味深い展開で、松尾捕手は今永投手から実践的な知識を学び、一流の投手と組むことの貴重な経験を積んでいます。この日の経験が松尾捕手にとって大切な成長の糧となることでしょう。